早いですね、四五年さん。料理これ前に飲んでしまった。すごい楽しい。これ何やろ。進むな。はい、皆さんこんにちは、ケイです。今、大阪のバイソンビルにまたやってきました。前回も七つ屋ってところに行って立ち飲みしたんですけど、ちょっとあのシリーズ化するんで、ちょっとまたここ面白い店発見したんで、今から行きたいと思います。後ろが昭和の匂いがしてええな。昭和レトロの居酒屋が本当にいっぱいあるんで紹介しきれんぐらい。雑居ビルみたいな。雑居ビル。今から行く店がローマ軒立ち飲み黒ラベルさん。なんかちょっと様子がおかしいんで行ってみたいと思います。ちょっとお待ちくださいね、すぐお聞きしますんで。てかまず立ち止めじゃない、普通に椅子がある。そしたらタイマー回していきますんで、ビールついていってもらって大丈夫です。すごいな。ちょっと待って。飲み放題30分と1時間食べてみろ食べてみろ食べてみろ。すごい楽しい。全席についちゃうやん。こっちのさ、カウンターじゃない席の方でも、こっちも3名以上はテーブルで、2名はカウンター。早いですね、四五姉さん。料理これ前に飲んでしまった。ちゃんと泡も出てる。やばやば。そう。もう飲み放題なんて飲んだもん勝ちやからな。これは何？見て。何なんこれ？ミートポテトっていうパスタ。限定。これミートポテトやな。これでなんと380円。じゃあこれなんなん、これなんやろ。え、すごい。何やろ。ミートソース地獄やん。すごいよ。フライドポテトの絡めて麺太め。ガストのパスタみたいな。最高やん、それ。おいしい。楽しい。めっちゃ美味しい。あ、ごめんなさい。うわー。はい、こちらも大丈夫。めっちゃ美味しい。これローマ県のうまかつっていう名物料理。ソースが3種類やね。ありがとうございます。ソースと和風と味噌と選べます。380円。めっちゃ重いんだけど。ソースいただきます。うわ、ん、すげえ。豚ロースの塊。ソースもあっさりめのソースで、なんかちょっとだけレアでめちゃくちゃ美味しい。進むな。やばいんやけど。今何分やろ。めっちゃ楽しい。美味しそうやね。3枚目。これでもう元取ったの。居酒屋で働いてるんで、あーは73で。うまい？うまい。
味少なくない？スッと入っていく。はーい、昼飲み撮影中、3杯目。うまかつのおろしバージョンも食べたいと思います。とりあえず本当に知らぬぐらいめっちゃ重たい。でかっ。いただきます。豚バラのステーキぐらい最高調で、噛めば噛むほど豚の脂の旨味がめっちゃ出てきて、脂っこいんやけど、このおろしソースとちょうどいい噛み応えあって、めっちゃ美味しい。絶対噛む。なんか1本目がうまいこと言えんくてテイク2みたいな。30分でそんな飛ばしたら酔っ払うよ。やばい、あとご飯って言われた。もう一杯だけ飲みたい。何杯目それ？これ3やから4で。ちなみにパスタもすごい充実しとって、みたいな生姜焼きパスタとかある。結構気になる。明太マヨネーズとか関西ソース味とか、ぜひ頼んでみてください。やばいよ。30分で4杯も飲む気落としてしまったわ。ビビって死亡すぎて焦るんやけど。やばい。でもあと5分で出なあかん。あ、そういうことか。そう、多分。見た見た。そしてお席お願いしますね。はい。焦っとる。やばい、30分で私4杯飲んで、一品2人で1品ずつ、うん、ベロベロやんけ。止まってない。お会計が1人当たり960円ぐらい。30分で4杯って普通にバケモン。いや、ま、マジバケモン。やばい、なんか焦るんやけど。マジ集合。やばいな、酔っ払った。で計算したんやけど、30分で4杯飲めたら、なんとコンビニより安くビールを飲めました。130円ぐらい、うん、ぜひ皆さんも梅田来たらぜひこのお店、一人でもサクッと入りやすいんで、ビール好きな方はめちゃくちゃおすすめです。ごちそうさまでした。酔っ払った。バイバーイ。